オタフクソースさんのウッドエッグお好み焼き館に来ました。2人ともお好み焼きはもう地元ですから常に食べてる、はい、もちろんです。週1回は絶対行ってますね。そうですね、大好きです。今日いろいろとお好み焼きについてちょっとお勉強したいと思います。はい、はいまあ、勉強する必要もないと思いますが、はい、はい、知り尽くしていると思いますがもう一回ね、一からね、はい、学びます。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします、はい、ここがウッドエッグか。ここか。2人が遊びに来たのはウッドエッグお好み焼き館。お好み焼きの歴史や文化が学べるこの施設で今回はどんな発見が待っているのでしょうか。戦後の焼け野原からの復興とともに進化発展してきた広島お好み焼き。広島の食文化を代表するこの味に欠かせないのがソースです。1952年にオタフクソースさんから誕生したお好みソースは野菜や果物をはじめ約20種類の香辛料や酢をブレンドし作られています。それぞれの原材料が持つ自然な甘みやうまみを生かしながらお好み焼きに合うように作られたまろやかな味わいが特徴です。さあまずはしっかりと広島の味をご堪能ください。いただきます。いただきます。うまっ。うわめちゃめちゃうまいですね。めちゃめちゃうまい。邪魔。うまっ。めっちゃ美味しいです。めっちゃうまい。半熟。大満足の2人です。トロトロ。やっぱソースは美味しいよ。お二人に問題です。はい。このソースの中にあるドライフルーツが入ってるんですけど。はい、ドライフルーツって言ったらご存知のなんかマンゴーとかプルーンとかしてるかもしれないんですけど、それじゃないドライフルーツが入ってるんですけど、ご存知ですか？フルーツですか？はい、フルーツです。フルーツ？パイナップル？あー、違います。はい、はい、ぶどう？あー、ぶどうも違いますね。これを知ってれば結構なオタフクマニアなんですけれども、あ、バナナ。惜しいかどうかもなかったですね。じゃあそろそろですね、正解の方でいいですかね。はい、発表させてもらいたいと思います。はい、じゃあ今日はですね、ゲストをお呼びしております。じゃあゲストの方来ていただければと思います。はい。どうも、はじめまして。正解はこちらです。お二人にはレーツと言いまして、ナツメヤシの実になります。ナツメヤシ。すごい。初めて見ました。ナツメヤシの実。デーツはオタフクお好みソースの甘みとまろやかさの鍵となるドライフルーツなのです。デーツ部の部長の下平でございます。下平です。よろしくお願いします。世界中のいろんな美味しいデーツを探して調達してきたり、デーツを使ったいろんな商品を企画したり、そういう仕事をやってます。早速いただいてみましょう。美味しい。普通に美味しい。あ、美味しい。なんか干し柿みたいな。そうなんですよ。干し柿とか黒糖っぽい味がして、で、すごい食物繊維も豊富でミネラル分も多いので、すごい今健康とか美容を気にされる方にすごい注目されているドライフルーツですね。お好み焼きの歴史と文化をダイナミックに展示するお好みミュージアムを案内してもらいました。こちらがオタフクのお好みソースの原材料の紹介をしてます。はい。あれはまさかこれがはい、今私がまさしくかぶっているデーツですね。原産は主に中東の方とか、北アフリカの、砂漠のオアシスとかに生えているような、そういった生命力の強い木で、そちらでたくさん取れる果物ですね。オタフクソースさんのお好みソース、こだわりの原材料デーツ、食物繊維をはじめカリウム、カリシウム、マグネシウム、葉酸、鉄など体に嬉しい栄養素がぎゅっと詰まっているのです。それではデーツを使った簡単で美味しいアレンジメニューを作ってみましょう。簡単なアレンジメニューをお二人に作っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。恥ずかしい。切るのは縦に。縦に。はい。縦。で、ちょっとそれで切れ目入れたら、手で裂けると思うので。切れ目があっても、あとは手でパキッと裂いちゃってください。おお、めっちゃ綺麗。ここにヘタがあるので、ヘタの部分も取っちゃってください。この今半分に切って、種を取ってもらったベースに、種を取ったところに詰め物をしていきます。ここにですか？はい。こちらにあるのがクリームチーズです。こちらを今種を取ったところに詰めてあげてください。で、デーツってすごく乳製品と相性が良くて、クリームチーズとかバターとか牛乳とかとすごい相性がいいので、で、じゃあ今度詰めていただいたやつにこちらの生ハムですね。はい。半分ぐらいに切って、ちょっと少し軽く折りたたんで上に乗せる形でもおしゃれな感じになります。こういったちょっとイタリアンパセルとか、こういうハーブ系をちょろっと一つピッと乗せるとどうですか？おしゃれな感じ。あとはもうシンプルにいくと、もうその穴の開いたところにこういうナッツ類ですね。くるみとかピスタチオとかそういったものをちょっと乗せてもらって、くるみなんかもはい間に挟んでいって。クルミインザデーツ。これナッツ類ともすごく相性がいいです。おお。美味しそう。食べたい。二品目は、デーツを使ったスムージーを作っていただきます。まず準備として、種を抜いてもらったデーツ、ヨーグルトの中に漬け込みます。で、だいたい1時間から2時間ぐらいヨーグルトにつけておいてもらうとデーツが柔らかくなってミキサーで混ぜやすくなるので、はい、じゃあこちら豆乳ですね。でこっちがバナナで、あとくるみを少し OK どうかな。うおー、どうですか？いいですね。めっちゃ美味しそう。デーツスムージーの完成です。それではいただきます。あ、濃厚。わあ、めちゃめちゃこれ美味しい。どう？美味しいです。めちゃめちゃ濃厚で、味しっかりついてて、いやこれ美味しいですね。美味しいですね。体に良さそうですね。良さそうって。良さそうですね。うん、そうだね。ほら。すごい栄養価が高そうですね、これ。ちょっと言ったね。さっきも言ったんですけどね。最初に。この断面がもう。おお、綺麗ですね。すごい。すごいですね。どうですか。うわ。美味しいです。デーツだけに。美味しいです。うるさいですね。じゃあ僕もいただきます。すごい。どうですか？あ、めっちゃチーズと合う、ハムと。なんか何でも合いますねこれ。ワインとすごい合いそう。あんまり飲まないですけど。飲まないんかい。あ、超美味しいです。ハムの塩加減がいいですね。合いますね、デーツが。どうですか、一言でこれ味のうまさは。せーの、美味しいです。